で、まあ、偶数は穏やか、奇数は荒波みたいな、一応その仕様にはなってるんですけど、まあ偶数だから穏やかっていうこともないんだよね。偶数でもなんかもうわけわかんないね、連チャンしたこともあるし、とかつてじゃあ奇数だとリフトというのが常に刺さるかっつったら、まあそれはそれでそんなこともないしね。もうほんとね、そのモード以降のご機嫌以下でどっちにも転ぶね、嫌いがありますんでね。ただそれがまあほんといい方に触れてくれると、まあものすごい、まあ出る台なわけですよ。俺この間21連が2連したんですよねまあだから21連して、そのまた引き戻しみたいなあたりで、そこからまた21連っていう、そういうねこともありますんでね。おーしよしよしよし、101持ちコイン、おこれは助かった。でこれが連チャンしてくれるんだったら、もうあのいい時のドキドキだよ。まあ今んとこ、まあ旗当りは開けてるし、まあ、2回だけどね、で共通ベルも3回早々に来てますんで、かなり今だから視界良好な状況ではあるんですけどね。だからあとはモード行こう。やっぱモード以降で決まる台だと思うんですよ。で初当たり引けなくても、でその引いた初当たりがだからそのさっきの話じゃないけど、ね、いいとこにいいとこに常に行ってくれてる分にはどうとでもなるんで、ね、なんとかもうこればっかりは運なんだけど、他だから初当たりが取れてるんだったらなおのこと、ね、モード以降の部分で、ね、負けないようにしないと、まあ接点差っていう意味では手玉に変わる部分ね、まあまあ初当たりなわけですよ。じゃあ出るか出ないかっていう部分に関しては、そのまあ偶数奇数の違いこそあれね、このまあモード以降で、いい方に転ばないと、逆に越せてでも苦戦しちゃうっていう仕様ですんでね、なんとかねそこだけお願いしますと。でここはもうあの連チャンしてもらわないと若干困る場面ですね。っていうところできっちりね、あの滑んないで天国を引っ張ってくるというのが、もうこの台で勝つという意味では、もう滑ってきてもいいかな。よし、おお、頼むぞ。当てたい。6だったら3回に1回ぐらい当たるのかな、天国の。10ゲーム。22。
じとこう。いやねえな、ちょっと月がないね。まあいいですよ、追加投資なかったんで、振り出しに戻っただけなんでね。なんとか投資1000枚までのラインで一発戦国を引っ張ってくるというのをまあちょっと目標にやっていこう、まあまだ2回しか経ってないんで、そうだね、偶数奇数っていうところもまだ押し上がりかねる状況ではあるんですけど、まあ偶数なんだとしたらもう次あたり連チャンしなきゃダメだよね。まあ仮に朝 A だったとして、A からまあ濃いとこ濃いとこ行ってくれれば、偶数の場合 A から始まっても、まあ初あたり2回でこの際最短ね連チャンしますんで、天国に上がれるんでね。だから一発目もし、ね、A をループしちゃったりとかみたいな状況になったとしたら、二発目でなんとか、ね、さっきので B に上がっててもらって、まあ B で当たればまあグスの場合、ね、半分以上連チャンというか天国以上に行ってくれますんで、まあでもまあこの際ね、当たったら常に連チャンするとするもんだというぐらいのボールで打ってなきゃね、なかなか付き合い切れないよ。あ、もうこの際は次当たれば連チャンするんですと。でも前向きに何しろ考えながら向き合うことだよね。おー、来た、スイカ会場。お、これはちょっと話がまた変わってくるぞ。スイカ2000円、ね、第1枚小1枚。いや、これはもう絶対連チャンさせなきゃダメだ。ここはね、もう、もう、いや、これは、まあ、起死回生っていうか、そうだね、そうだね、まあ、B 以上の落ちパターン出てないんですけど、手前一応2回経由してますんでね、断髪を。いや、ここは連チャンさせたい。ここはお前本当頼むぞ。おお、よし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 、あー、いくね、よし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 。まあよかったね。ちょっと投資1000枚までのラインで1回、ね、天国に上げるっていうのがまあ目標でしたんで、全然全然 OK だ。550枚、ね、で
腹のっていう話なんだね。まあ本当、ね、全然今日なんか初当たり弾けてるからいいですけど、これがまあいつ弾けなくなるか分かんないっていうのもあるし、場合によってはだから天国抜けてその後次の富山までに2000枚とかね持ってかれる可能性も全然ありますんで、まあなんとかだからここで次の山に届くだけのコインは最低でもキープ。まあ今はまだボーナス4回目で CM に引けてないんですけども、これがねある程度まあ長い時間打つってなると、実はそこ結構大事。なんか終わってみたらその1ゲーム連で引いたビッグの分だけが残ってたみたいなことがまあまあまあありますんでね。でまあ、特にブースト設定とかはその天国のループ率って部分でブースト設定にね、劣る部分がありますんで、逆にそうだね、そこ1ゲーム連でカバーするぐらいの展開が本当は理想、ブーストならね。これもう4回目、ああでもいいです、うん。比較的、ね、その設定は予想しやすい、まあ、予想っていう部分では、ね、しやすい機種だと思うんですよ、まあ、モード移行で偶数奇数で初当たりと共通ベルで肯定っていうなんだけどね、本当にいい時はね、もうね、わけわかんない出方すんでね、まあ、当たるたんびに上がってね、あ、偶数っぽいなとか思ってたら何もう連チャンも太いのがガンガンぶっ刺さるみたいな、うん、だからもう理想の理想でいうと、もう、うん、初当たりはこう設定でモード以降は天国に上がるとこまで偶数で上がったらキスみたいな、うん、理想の理想を言えばね。2連とかそういう安いのやめろよ。大丈夫？10ゲーム。あ、遅れた。よし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 。